その日さ、トイレが壊れたから、もうどうすることもできなくて、あの音声ツイートのあれやったやん。止まれ、止まってくれ、止まらねえ、流れ続けやがる、水道代が。あれと同じようなことをあのキョロスタの LINE にも送ったの。ねえトイレ壊れてんだけど、わらわらわら、わろたみたいな、めちゃくちゃ勢いあって草みたいなの流れてたんだけど、それでさ、ロベルくんがさ、ロベルくんってめったに返信しないの、 LINE とかディスコードとか用がないやつだね。ロベルくんがいきなりあのトイレのタンクのどこそこが壊れたってことかいみたいな、その場合はもしかしたらパッキンが緩んでるだけかもしれないし、ワンチャンその業者さんですぐ直せるかもしれへんで、なんでトイレに詳しいんってなえ、やっぱトイレ近いとトイレに詳しいんかみたいな話になって、まああのおとなしく待ってたの業者さんを。で全然電話が来ないの。30分は来なかったと思う。バコーンだって中見たのよ。でそしたらあの直せそうだったの。俺あの日でめちゃくちゃトイレの仕組み詳しくなったわ多分。あのトイレのレバー、中開けて、開けたことある人分かると思うんだけど、中開けてトイレのレバー、レバーの先からなんかトイレの中央部分に、俺うちのトイレなんか黒い蓋があって、タンクの中に、タンクの底にお風呂の線みたいなやつ、鎖が外れてたので、なんかそれが S 管みたいなのでレバーに引っかかってるだけで、簡単に取ったりつけたりできる仕様だったっぽくて、それが取れちゃってたのよ、なんかの拍子に、なんでか知らんけど。で一生水がその便器に流れ続けるっていうの、便器に流れ続け、下水に流れ続けるから、結果としてタンク内に水が溜まらなくて一生水が流れ続けるっていう状況だったので、原因が分かって、じゃあこれくっつければよくねみたいになって、くっつけたので、治ったんよ。まあ、治った時に治ったわーって話、エメラルド。